皆さん、こんにちは。なるほど、てんです。今日もボールソートアートで、えー、パズル、ボールソートパズルで遊んでいきたいと思います。ソートって並び替えることですよね。順番を、小順、高順とかなんかありましたね。さあ、これは、まずこれを消しますか。うん、まあ、これは消えるわけじゃないってことですね。えーっと、もう一個試験管があるから、 これを動かして、タンたンたンでしょオレンジ。右に行って、赤を消して。うーんと、これでオレンジ消せますか。で、ピンク、ピンク、青ですね。オッケーです。さあ、では、レベル7ですね。オレンジはいけそうですね。えーっと、赤を動かしておいて、オレンジでしょで、 えー、ピンクは動かせない赤を動かしておきますかでこれで青が消えて赤を置いてピンク消えてからのうんこれは簡単ですねさあクリアですね You've done well とよくできましたとえー、ではレベル8とうーんオレンジを退散させておいてもあれですかピンク ピンクはし、ん赤、赤、青、緑入れて、ん難しい。オレンジを出しときますか、まず。入れておいて、ピンク動かしたら、あれですか、赤ですかね、でしたら。こうしておいて、ピンク動かして、青動かして、緑を動かしておいて、 で、これで青々でしょで赤が OK。これでピンクがいける。で、オレンジいけて、緑をこっちに動かせると。よしバッチリいやー、これもしかしたらな良くん、才能があるかじ <laughs> かじさん。さあ、レベル9ですね。いきましょう。えー、青を動かしておいて、 ピンクが動かせないですね。ピンクを入れても下にピンク2つあるから厳しそう。オレンジ、オレンジでもピンクが入れられない。ってことはピンクを避難させておきますか、まず。で、青、緑。 青、青二つでしょ、オレンジ出すには。赤は一番下の方だから触れないから。あ、青普通に、青普通に <laughs> 消せた、これで。で、オレンジを、おぉなるほど。こうなるわけですか。あ、で、これでピンク出しておいたら、 動かせるっていう。なるほど。空にすればいいってことですよね。なるほど。これだったら簡単ですね。えーと、普通にこっちに赤を動かしてと。さあ、OK です。さあ、ではラスト10ステージ。レベル10ですね。なんか増えました試験科の数。増えましたね。確実に。えーっと。水色。水色。 上の方にある色は、まあ、この色が多いでしょうで、水色が多分ここで消せるから、で、赤を動かして、青を動かして、これで、これ消せるでしょう黄緑。で、青も動かしておいて、一旦赤はこっちに避難させて、あ、これで消せますね、こうやって。で、オレンジも消せます。 でピンク消せてからの赤消せておお決まりましたねさあそれではですね今回の動画ですね以上とさせていただきます他にもゲーム実況たくさんお出ししてますのでよかったらですねなるほど天のチャンネルの再生リストから続けて動画をご覧くださいませではご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう